はい、皆さん毎度毎度。おばちゃんがね、新規で来るとね、まあ大体パーマ強くかけてくれって言うんだよね。で、髪の毛濡らすじゃない？そうするとね、うっすらね、システアミンの匂いがすんだよ。約部外品でかけるとね、匂いはしないんだよね。だけど、システアミンでかけるとね、2、3ヶ月ね、髪の毛から匂いが上がってくんだよね。濡れた時ね。乾くと匂いしないんだけどね。だから前回システアミンでかけられたなってわかるんだよね。大体もう緩い。髪の毛の状態としてはそれほど悪くないんだけどね。いや、本当にパーマかけたのっていうくらいね、緩くなっちゃうんだよね。取りやすいんだよね。やっぱりセット剤だよね。化粧品登録はね。そこをよく理解して使わないとトラブルになるからね。けどさ、パーマをかける美容師さんの心境としてはね、かかりすぎっていうのが一番怖いよね。緩ければかけ直すことができるけどね。化粧品系のパーマだとね、まともに使うとあまりかかりすぎないんだよね。そういう意味でやっぱり怖くないからシステアミンみんな使うんだよね。まあシステアミンパーマのね、いいところってなるよね。やっぱりそうやって考えると、システムパーマっていうのは無理な使い方しないっていうのは、まあ、過温しないってことだけどね。まあ、無理な使い方しなければ、初心者にも扱いやすいんかな。ただし、強くかけるのがちょっと苦手なパーマじゃねえか。で、強くかかんねえから最近のはね、治癒入れたり、指数入れたりね、まあ、微妙に、企業努力とね、厚生省の認可が緩んだっつうの。そんで、かなり普通のパーマに近づいてきたけどね。普通のパーマってのは、治癒だの、指数だのね。だけど、まだ、やっぱプロ用のね、医薬部外品っていうのは、やっぱりかかるときはかかるしね、傷んでる人にだって今 CMC 使えばどうってことねえしね。本当に強い血を、まあうちはプレミアのロワイヤルの血を使ってるけどね、本当1分2分でかかっちまうっていうのを毛染めしてる方のねそば受けがあれはなんかこう痺れるね。やっててね、もう塗布したかかった終わりってんでねせっかちな自分には最高だねはい、お疲れ様でした。